チャイコさん43歳女性、朝起きたら寝た部屋と違う部屋で寝ていました。夜中に起きたり移動した記憶は全くありません。今までこんなことはなかったので不安です。ちなみにお酒は飲みません。今月2回もありました。ストレスから来るものでしょうか。スリープウォーキングってやつですね。夜行症、無誘病です。いわゆる一般的な言葉で言うと無誘病ってやつですね。寝てる状態なんですけども、体は普通に歩いている、頭の中は寝てるんだけども、その時家族とかが見ると普通に、あ、トイレでも行くのかなと思って普通にちゃんとしっかりと歩いてるように見えるようですね。多くの場合は本人は頭の中は寝てるんだけど体が動いてる状態、頭の中は寝ておりますので、その時歩いた記憶というものはないです。ほぼない場合が多い。なので無誘病は夢の中にいるような状態で歩き回るので無誘病っていう風に言いますね。専門用語で言うとスリープウォーキング、夜行症という風に言うんですけども、これの原因はっていうとストレスっていうのもおそらくあると思うんですね。この方の場合で言うと最近急に増えてきてるっていうことなので、ストレスっていうのは一つあるかもしれませんけど、今までなかったのかっていうと、一人暮らしの人とかだとわからないんですよ。家族とかいればね、あれ昨日夜中起きてたよねとか言って覚えてないなとか言ってわかるんですけど、一人暮らしの人とかだとわからないので、なかなかそういうのがあっても気づかないという場合もあるかもしれませんけども、急に増えてきたとしたならば、それはストレスであるとかそういったものと関連性というのも考えられます。心配な場合はですね、睡眠外来っていう睡眠を専門にしている病院クリニックがあります。なのでネットで睡眠外来って検索して、あなたのお近くの地域で検索すると、そういう睡眠について専門としているドクターに相談してほしいなと思いますね。今の無誘病みたいのってあんまり多くないので、私は患者さんとしてはそういうことっていうのをあんま記憶にないですね。ほとんど見たことないですけども。なので普通のメンタルクリニックに行くというよりは、睡眠外来のある病院に行って睡眠の専門の先生にしっかりと見てもらって、夜の睡眠の状態とかね、記録したりですね、そういうものを、今だと行動計、時計みたいなアップルウォッチみたいなものでも寝てる間に動いてるかどうかって見ることができますので、そういったものも使いながら評価していくってことが必要になってくると思いますので、あまりにも心配な場合は睡眠外来で見てもらうということがいいかもしれません。ストレスが原因であれば、何か心配なこととかなくなればまた減っていくということもありますので、しばらく様子見てもいいのかなっていう部分はありますけども、その辺も含めてね、あまり多いようだったら相談するっていうのもありなのかなというふうに思います。外に出てったりすると危ないですよ。これが人にもよるんです。あんまり外までは出てかなくて、家の中に行って何か冷蔵庫から何か食べて寝てたとかですね、そういうものであればあまり害はないんですけど、これ外に出てっちゃったりすると本当に車にひかれたり、あるいは階段から落ちたりとか、下手すると転落死って言ってマンションみたいなところだとどっかから落ちたりするってこともあるので、程度とその頻度にもね、よるんじゃないかなと思いますけどね。